福山さん、福山さん、今のはちょっとだらしないんじゃないですか。Thank you.
だらだらと配信しておりますが、そろそろエントリー締め切りをしていきたいと思います。エントリー締め切っていいかしら。今日2on2の予定です。2on2です。9チーム9チーム、18÷3は6?3 だとちょっと微妙だな。9チームでいきますか。任せ入れた。結構 OK です。名前、ここにいる人は名前勝手に書きました。ザクキックなんですか。あ、グリグラ、はーい、ではそろそろ始めますよ。今日2 on 2なんですけども、そうだ、いや まだいいかな。スキさん、あの奥さんと組むでしょ。来てない人も含めて勝手にチーム組んじゃっていいんでしょうか。いいですかね。じゃあそうしていきますよ。最近週末の大会はキャラクター自由でやってますので、自由です。じゃあそろそろ締め切っていいですか。もう勝手にチーム組みますよ。もう知らんからな。
はい、現在チーム決めを行っております。そろそろ始めますんで、皆さん用意の方をお願いいたします。トーナメントくんと、10チームね。
よっしゃ、今の瞬間ならまだエントリー受け付けます。大丈夫、任せ OK。 じゃあ決定します。これ以降は出席できません。というわけで皆さん、のじえこれラストでお願いします。お願いします。全出席シャッフルしますよ。いっせーのーせ、スタート。じゃじゃーん、できました。ゼロ回線が1個だけあるのでそこからやっていきましょう。配信台はこれラストでお願いします。じゃあ1人だね。40分って言ってるから、はい、やれよー。 A さん試合だで。デデローさん、 A さん試合だよ。マキリハイジンが 2P 側、デレロー A がワンピガです。デレローさんと A さんね。 A さん試合、試合、英語喋れる人いた。いや、キャラクターフリーです。で、先方だ、どっちに出るだけ、出るかだけ教えてください。どっちが英語じゃないと分かんない。次の試合、機械バイパーが 1P 側、四季タンパタメコ 2P 側で用意をお願いします。パス。いいかな。はい、じゃあこちらどっちが出る。いや、スタートボタン。OK。はい、それでは始めていきましょう。あ、こんにちは。ありがとう。Thank you。今日のトーナメントこれです。さあ、ワンピー側、カナダから来てくれた A さんのチュンリーですね。ちょっと配信カクつくのでこっちは止めておきます。見えるかな。さあ出てくるのは配信竜。 A さんはかなり手堅いタイプのチュンリー、しかし手堅いだけだと画面端に詰められてしまう。カナダどうなんですかね、対戦環境多分ないと思うけど、カナダカップで、まあ、カナダで、エボの主催側の人がいるので。うわ、踏まされて、これきつい。廃人が押し付ける。弱波動を盾にやっていく。さあここでデレロー大将の意地を見せられるか。あ、トーナメントね、ここです。とも焼き鳥ね、強いね、うん。さあデレロ流色を取られて白いから、さあ積極的に飛んで画面端に追い詰める。しかしファイヤー一発、
ちょっと待って、大足波動、まあ、手堅いですね。さあ投げる画面端はずっとキープしておきたいが、真空が怖い。しゃがみ行番ナンバー、投げるのは廃人、これで逆転、画面端も入れ替える。おっと真空使ったが投げられる。さあテレの勝負、勝負どころ、ゲージをちょっと溜めたい、溜め切った、飛ばれている。今のはうまい飛びだった。さあアクションを起こしていくのはデレロ、そうジャンプ強パン中ゴスで3割減ってますね。すごいゲームだな。組まない、いい飛びだがちょっと高い。さあ対空をしっかり、大ゴス両方と、ここで先端中ゴス最強です。まあ竜側とし竜起き上がる側は、あそこは真空の入力まではしとくべきですね。あ、なんかやってると思ったらボタン押すだけで OK。 ボタンの受付めちゃくちゃ長いです。本来このゲームボタンの受付すごい短いゲームなんですけども、スパコンは長いです。おっとこれはひかひかへして真空フルヒット、コメント表はい、これグッチ2回転はゼロ回戦もう一回やりますんで、はい、草ペコ草ペコ、はい、じゃあ僕のとこやりますよ。草くん 1P ね、うるせえ。はい、来てないなら1人チームです。ああ、ゼロ回戦2試合目、草ペコチーム対グッチ2回転チームですが、草ペコチームの、もう一人ペコが来ていないということで、さあ、先方の申告をお願いいたします。決まったということ、ワンピガは決まっ、あ、ツーピガは決まってます。ワンピガも決まってますね、決まってますね。これはさあ、ではワンピガは草、ツーピガグッチやっていきましょう。さあ時間を伸ばしていきたい草だが、グッチが許さないか。さあ開幕飛びが通るが愛されボディ、あれこれか、さあお互いゲージは溜まっているが、さあどうする、真空さあ天空逆で対空、歩き台足、さあさあ踏んでしまう、高い飛びから、おっと今のは戦列間に合わずか。さあグッチが飛びからのうまいよ、間に合わずだが押し込んでいるな、グッチ。さあ草どうする、さあお互い一発入ったらやばい状況、中ゴスグッチがストレートということで、グッチ2回転チームの勝利。いやー早く決まっちゃいましたね。続いては機械バイパー式短波ため、機械バイパーチーム対式短波ためこチームでお願いします。 1P2P、 1P が、機械バイパーですね。
さあ2代目ゴッドバイソン、2代目バイパーさん、バイパーさん、バイパーさんはどっち先に出るか申告お願いします。もう本邦初公開もうキャラ選んじゃってますけどあま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 あいいですかね、いいですかね。さあ野試合もりもりやってますからね。おお、なるほど。タンパタメコさん、外人、外人、あ、外人ではない、あ、さっきの A さんは外人です、カナダの方です、ね、はいはいはい。さあ、ここで機械ベガ、機械ベガ舐めてやがるなあ。いやでも機械ベガ結構なんか勝ってた、そうなんすよね、気しますよね、結構強いんすよこれ、はい、あー、ピヨってしまう。そのキャラ、そのキャラ知らないってやつ、大人げがないという、大人げがないですね、はい、バリ雑言が飛んでおりますね、はい。まあ結局機械さんは何使っても機械さんなので、うわさあ、あー、あー、これですね、これちょっとベガ戦の経験値が必要な気が。そして、お、あー、飛び悪くなかったですね。うわ、うまいよ、死ね死ね、タンパ、タンパ、タンパ、おー、はい、やる、判定勝ちです、判定勝ちです。いや、優勝はタンパタメコ、いや、優勝でした。いやいや、でも本当素晴らしかったですね。そうですね、はい。さあ、詐欺飛びはちょっとずるいですね、はい、さっきからそういうムーブが見えますよ ね、 すね、随所に。あ、投げる、ごまかしていく、この後ある、あ、しかしまあもう優勝したのでいいんじゃないですか、ね、そうですね、はい、まあ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 、もうあとは流してですからね、キャラクター自由ですから。え、本当に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 、おおっと、お、出てくるのはスキダルシム、スキダルシム。さあ、スキダルシム、もともとメインキャラ、ほう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 、かなり定評があります。なるほど、あー、あー、いい三段、まあまあ、よく選びましたね、今のは中足ダブルニーは動かねえって言ってる。さあ、この後投げ返し、いやドリルも出ない、ドリらないですね。お、お、大スライムに引っかかる、おお、ガードしてる、うん、あった、何もない、何もない、何もない、あ、さすがにか、あ、投げらんなかった。さあ、後がない、スキー機械ニヤニヤしている、ファイヤーからの、さあ、スキさんのダルシム、今日の試合でもやってないので、はい、全然動けてないですねかなりドリルが高いですねそうですね、あー、さすがにかだ、なんとスキ1回戦負け、フレームはまずい。さあ、ということで、グリグラムナーリ対グッチ2回転、おー、じゃあ福山さん、マイク頼ますわ、固定しないよ、自由自由、キャラなんでもいいです、変えてもいいですよ。今度はグリグラム、ああ、さあ、1P 側がグリグラさんとムナーリさん、そして 2P 側がグッチさんと二回転さん、こちらが、さあ、さあ、マイクに、もみおさんが来ていただきもみおさん、これ決戦前にいいんですか？あ、大丈夫です、はい、これいや、先ほどはちょっとのじあいでしきさんと、はい、ゴッと戦ってましたね、今ね、はい、さあ、参りましょう、ワンピガがグリグラさんの
グリバルさん、グリグラさんのフェイロン対二階手さんの DJ。 うわぁさ, さあ、もめさんこれ DJ フェイロンちょっといやこれ汚ねえな、言うまでもない言うまでもないですね、はい、終わりです。これはどっちが有利なんですか。はい、これは82で DJ です。82で DJ、 はい、中足がね、結構きついみたいですね。そうですね、中足がもう劣化とか、いろんな技をポコってこけて例のこの二段がっちゃう。あとプラスめくりも見えない。今見ましたか、ガッツポーズ。いやガッツポーズする必要ないでしょ。クソ野郎だな本当。いやかぶせかぶせクソ野郎でしたね。はい、グリガさん このまま負けられないぞ、はい、あヒット確認してない、死んでないぞ。ちょっと嫌な感じがする。これはちょっときつおですね。あ、投げて、いやいや、ちょっとリカバリーだったけどな。いやちょっと今のチャンスでしたね、はい、ペイロン側はチャンスあげたんだけどね。さあチャンスあげたぞ。ナメプからの大将ムナーリさんの、さすがに今日は竜使ったぞ。竜ムナーリ竜下がったらきついですかね、やっぱ。ロシアでは今日竜やってたのでちょっと温まってるかもしれないですね。あ、はは。さあ竜 DJ、 ここは竜勝ちたいところだぞ。まあこれは打って変わって DJ が結構きつい。そうですね、この端っこ端っこの波動モードがきついんだが、飛ぶ、来たぞ。1点読みです。うわー、うまいな。まあめくりはガードして、投げて、打たないよ。さあムナリさんガード我慢している。しかし2回転アウス、このしゃが起きしゃがみ中盤が相当、うわっとドブシャあるぞ。いやもう心で勝ったって感じでしたね今ね。もう技こすってるだけでしたね。クソ野郎じゃねえか。強い技こすってれば勝てるって。さあ DJ 流、あーこのねジャンプ大キックはね、はい、結構すんげえ減るんですよねあれね。減るし、次の立ち台キックでピオリーもありますからね。そうですね、苦しいなー。あー、さあ真空がないからムナリさん、あゼロホット、竜じゃ苦労しないぞ。固まったが、おお2回出ます感じか。さあニカさんはもうクレージングですね。さあもう無理はしない。そうですね、もう全部ガードでも言う。あ、まあまあまあ2回転が勝ちましたと。キャラさふざけんなよ。いや、いろいろあの声援が飛んだところでね。次が小江戸さんとニアさんが出番です。お願いします。福山もみおが 1P 側、ニア小江戸が 2P 側です。小江戸さん、あ、ペコさんいますね。ペコさんいますけどもう出番終わっちゃったんですよねこれね、残念ながら。エントリーエントリーはまあしてましたからね。あ対戦ありがとうございました。ふざけんな本当に。あのキャラ何なんだマジで。先方の人とキャラクターを申告で。いやいやいや、オッケーだった。始まったの35分じゃねえかよ。はい。あのね、ここも良くない、ここも。はい、2P が効いたんで、1P も OK です。OK、はい、じゃあ始めていきましょう。はい。確かに実際、ムカさんと出会ったら38分だ。まあ。そう。ワンピー側が福山龍、福山龍側が小江戸、小江戸ペガ、はい、まあ、福山的にはどうなんですかね、まあ読み勝ったという形。うーん、そうっすかね。でもじゃんけん、あ、でも 2P 側が勝ってますね。あー、なるほど。でもまあまあニーアーホンダだった場合は、はい、まあまあ龍じゃない方がいいですからね。これね、でもニーアーさんが残機戦やる気が出ないタイプなんで、どうかなと。あ、引っかかって、まあ、出さず、出さない安定ですね今のは。中足。最近小江戸さんやってるんですか。やってないよね、全然見ないもんな。
おーい、うわー、これはちょっと温まる昇竜。さあ裏回り投げるが、この後このサイコは良くない。福山さんね、画面端うまいんで、はいはい、こうなったらなんで青波動なの。ファイヤーハローでしょ。まあエージも多分来た。まあまあ、いや、あれファイヤーにしないとタチコキックあいつられるから。はいはい、あー相変わらず雑ですねあの、いや弱波動でも今の前だったらファイヤーだったら倒れるでしょ。ファイヤー倒れます、うん、相打ちで でしょ。大である必要もないよねっていう。あ、いや、ね、強波動の方がいいのは、あの水残された時に引っかかる、うん、あ、いや引っかかるんじゃなくて、あ、そのあそのあとがね、とまた近いんで。あ、なるほど。さあニアホンダ、さあニアホンダ、先ほどの試合では、はい、ボコボコにしましたか。さすがにでしょ。さすがにっしょ。さすがにでしょ、このキャラ、ね、福山さんね、バックジャンプが多いのが良くない。おっと、この後波動、お、珍しく出た。そして吠える、まあ、あれは出ますよねいや、それは、あ、なんか出ていた。タッチ、中キック、ジャックキック、ジャックキック、中キック、モーション同じですからね、うん、当たってくんないとわからない。プレッシャーワールが寄れない。勝利落とす、勝利。あ、この後、あ、うまいっすね、今の。めんどくさい竜巻、あれね、かなり押されるのが、あー、確かにそうっすね。飛んでる、おっと、対応していく。おー、しかし昇竜ここは出さない。ここも出さない。福山さん今出したかったけど出なかったやつですね。2回ぐらいありましたね、はい、これめんどくさいですね。飛んでる、おっと、うわ、これは波動拳危ないんじゃないの。おっと、おー、なんとなんと福山超嬉しそう。嬉しそう、ちょっとしし、ね、ちょっと、はい、というわけで友焼き鳥対マキリ配信やりましょう。友焼き鳥対マキリ配信、はい、僕らです。マキリハイジン 2P が行ってください。トモヤ1人チームが 1P 側お願いします。先方は、人とキャラクターを申告してください。申告してください。トモヤ1人まだ、どう、焼き鳥さんがねキャラ選ぶんすよね、こういう時。ああ、何しようかなみたいな。トモ君はどっしり構えられるので対象にいる、はいはいはい、かなと思うんですけど、まあかぶせっていうんじゃなくて自分が使いたいキャラって感じなんですかね。ああ、そうかもしれない。いやいやいや、こういう時かぶせますよ。かぶせますか。僕は知ってますよ。なるほど。 OK、 2P OK、 キャラクターもキャラもはい、焼き鳥バルログ対 2P がマキリケン。マキリケン、いやー、これ やばいっすね。すぐこれですよ。やばいっすね。あのバルログって言った時の顔見ましたしかしさあマキリはなんかバルログ戦最近、はい、結構頑張ってるっぽいんですよね、はい、イジモンとやった成果が結構出ている。膝、この後、まあ今のしょうがないですね。あ、そしてこれはもう守れる、守れ、ま、俺終わりっぽいっすね。焼き鳥どうすんだ。大勝利、そりゃそう、そりゃそうあれ強勝竜とレッパどっちでも落ちるので、はい、あー引っかかっちゃう。わあ、テラゴード、うん、ガードしたけど あそこは何も入んないかも。何も入んないですかね。中詰めとかも入んないですかね。入れば中詰めが限度かな、うん、おっと、これは幸運。さあ地上やってるふりをしているがダメージは取れてる投げに行くなんだこれ、焼き鳥らしからぬ。そうですね、あ、全然できてないぞ隙に
確判も取れてないですね。そう、あれ確定ですね。ああ、遅え。自分でも爆笑している。まあ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 、これで大将とも龍がどっちりですからね。はい、さあ重量級の龍。そうですね。地に足がついている。はい。いやー、あの海外の強豪ともやってますからね。はい、そうなんですよね。はい、しばらく長いこと、はい、シンガポールにいました。そしてしかしマキリも足がついているタイプ。そうですね。が真空止まる前にアクションを起こしたい。いい置き出し。もういい試合になってますが。いい試合ですか。これは溜まりそう。ゲージ溜まってここはちゃんと台足で取っていく。さあ真空を盾に波動拳をガンガン打って。そうですね、うん、さああと一発が、ああよく打った。まあ、トモ君も最近あんまり見えなかったのでやっていないんではないかとは。なるほど、はい、思われます。その間マキリは超やってましたよ、はい、こういうその しっかりしてるというか、はい、まあ対応していくタイプの龍は、うん、ああいうところでなかなか真空パナしさない。そうなんですよね、うん、と思う。で逆にそれを逆手に取っていくというその要するに この前でパナしてこないんで、うん、踏み込みを使っていくっていう風な戦い方になっていくのかなという感じはしますね。真空を盾に波動拳を打っちゃう人もいるので。あ、まあまあまあ、そうですね。それがね、またきついですよね。横がね、きついですね。さあ、対応されてもう3割5分ない。これで6割削り減るな、このゲーム。減るんですわ。トモさっきから同じところでほとんど動いてない。そうですね。さあ、波動だけで押し返される。マイキープ若干詰めていく。うわ、苦しい。さあ、この波動ももうガードしたくない。あ、波動が飛んできてた。ともりゅう TOMO 対ハイジン。ノジは一回も勝ったことない。一回もか、マジか。次の試合、機械バイパー対グッチ2回転やります。さあ 1P が灰色がトモリュウ、灰色はトモリュウが黒いのが灰人、灰人ですね。さあダメージはほぼ5分。ゲージチャージしてるトモリュウ。仮面の早かったな。早かったっすね。うわー、ピヨってしまう。手堅いし、しっかりしてる。はい、その前の中足の青波動を両方コンボじゃないけど食らっちゃったのが痛かったですね。そうですね。あれが食らってなければピヨらなかったので。そうですね、まだもうちょっと勝負ができたかなという感じでしたが、ハイジン君あんま飛ばないからな。真空を盾にやりたい放題言ってくる。おい、謎のダイゴスダーク。これは死に。トモ強い。じゃあ僕ら試合なんでお願いします。グッチ2回転 2P 側です。これが6ね。 8か、うん、はい。機械バイパー 1P 側です。機械バイパー 1P 側、グッチ2回転 2P 側です。さあ、これは結構実力派同士のね準決勝になりそうな感じがします。ちょっとあ、わわ、俺に言ったの。俺ずっと言い続けとるわ。それはそれでだよ。さあ、どう、はい、はい、1P 側も決まりました。はい、 2P 側も決まりました。じゃあ着席お願いします。
さあ、ワンピー側が機械さんの龍体龍さあ、そしてグッチさんのあとブランカなんすね、ベガじゃなかった、俺ベガで行くんだぜって見せといての龍ブランカを誘っといての龍はい。しかしね、このグッチブランカなんか楽しそうな気がしますちょっと強いですからね、さあ、前半はちょっと機械さん波動拳出た感じか、え、2P が欲しいからね。ああ、そういうことですね。はい、うん、これです、俺やられた電撃。え、どういうこと、あれで選手仕留められた電撃で、うん、さあ、2ラウンド目、はい、あー、飛び通っちゃう、中5スあ、繋がってます、中5層執拗に打っていくこれはちょ結構あっさり決まっちゃったそうですね中5数がちょっとあんなが当たるとやっぱさすがに、はい、そうですね、はい、まあ、横幅でかいんで当たりやすいのかな、あ、そうですね、お、てめえ、手前を、あ、これこれしゃが中で止められんじゃないのかな、しゃがみ小キックでもいけいいかもしれないですね、あ、そうなんだ、勝利、ここは出るぞ、こっちは出るんです、さあ、ファイヤーであまりブランカ美味しくないか、しかし手前落ち逃げて、この前ちょい歩きの大足、この後大勝利、汚ねえ花火が打ち上がった、グッチさんは竜倒すからさあ、バイパーさんは大将、バイパーさんのそうですね、あ、魂のキャラですね、辛さのところ、辛さじゃないもん、はい、バイパーさんフォークしかしそう、これはもうご覧かというふうに聞いてますよ、相当でしょう、うわー、当たっちゃうんだな、これが、このすべてのムーブがきつい、おこれ確定したな、あのでもね、多分ね、はい、行かなきゃいけないんですよ、そう、分かってるけどもうって感じなんで、割らないと、ああコーパーから歩いて回していく、うまい、回して、死んだか、こうなったら、うまいぞ、えっ、コーパーコーパー、こっからでもブランカありそうだぞ、よっかしょ、ここはクルージングしていくか、バイパー、グッチブランカ走りに追い込んだぞ、なるほど、そうか、わざと走りに行った可能性もあるな、バイパーさん守りきれるか、やめておきにやつからの、うん、噛んで中央に消されたぞ、うん、うわー、なるほど、しかしコーパン、うー、グッチか、こういうことになるんすねー、グッチブランカ2連勝、なるほどとってもいいルールですね、いやーな、福山もみおが 1P、 トモヤヒトリが 2P です、こう、まあこういう時にフォーク出してくるのは偉いですよ、ああ、まあまあそうですね、うん、僕フォーク使いだったら絶対出さないですよ、魂のキャラです、魂です、はい、ヤキタリさん 2P です、先方の人とキャラを申告してください、いや、福山もみお対友焼き鳥です、ヘロー、はい、ワンピー側は決まりました、ワンピー側決まっております、はい、ではスタートボタンを押して始めてください、押してください、これで
もう一回じゃあ、あの貼っつけますけども、はい、これが準決勝2試合目。準決の2試合目。さあ、1P 側がもみおのザンギエフ、2P 側焼き鳥のバイソン。焼き鳥バイソン。はい、今日ですね、はい、焼き鳥さんがこの組み合わせはバイソン有利だと。バイソン有利だと、なるほど。勝っていたので、はい、まあ、そこですね。見せてもらおうかと。しかし、もみおは今やってるはず。さあ、そのもみおを焼き鳥どうやって切り崩すか。回していた。これザンギ有利だって。だ、今の飛びしたらもう終わりでしょ、最後の場面。うん、まあ、しゃがんで食らってみるぐらいしかないですね。多分体力的にはまあ食らっちゃうと死んじゃう。やばい、これは中足、まあ、これは OK ですね。これはハマっちゃう。たまらず、コパ、コパが強いが大足を差し込んでいく。これ押し返したとしてもですよ、はい、ダメージ取れないっすわな。そうなんですよね。あっとクレイジー刺さって体力は5分、中段がケアされていた。溜めてない。あ、尿意が刺さって、あっ、おっと、ヘッド、よく待っていた。さあ、バイソン有利なのか。なるほど、もみをバイソン戦に黄色信号なのか。ダイヤシー、この後沖のダイヤ数円だって。暗い投げの形、埋めていく。うまい、うまいっすね。さっき尿意棒を見せたからダブラリさせといてという形になってるんす。おお、危なかった今の。もみを黄色信号。しかし、さあ、バイソン有利だった。バイソン有利だった。有言実行。そして福山龍、ちょっと顔がこわばってますけども。お、さあ、カーソルはフォークにやっているが、福山さんだって別のキャラ使ってるの見たことないっすよ。ないですね、本当にないですね、これは、ね、なんで使わないですかね。なんで使わないですかね。いや別にまあいいんだけど、うん、いいんだけど、まあね、使ってもいいかなっていう。うん、幅は広がりますよね、はいはい、間違いなく。そう、逆線やる人もいますもんね、対策で。暗い投げ、歩きに反応、ま、1点だぞ。そうなんですよ、これね、前に出てきた瞬間が穴なので、はい、はい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 、そうですね。波動を縦に行きたいんだけど、クレイジーが溜まってるとそれができない、はい、つまりクレイジーが溜まる前にどこまで押せるか。昇竜、高めの竜巻ファイヤー、今のああいうファイヤーがいいんですよ ね、 多分ね。そうですね、うわー、やりに行くしかねえ。まあまあまあ、しょうがないですよ、これは。おー、短波にうまいこと はまっていった。今危ない。おっと、これは、おっ、うわー、いてー、真空出しちゃう。はい、あ、サラン X ゲーマーズ、おっとっと、クレイジー、クレイジー削り切る。さあ、勝ったのは焼き鳥バイソン。じゃあ決勝戦か、やりましょう。8、うちが 1P 側ですね。はい、グッチ2回転 1P 側、友焼き鳥は連戦です、そちら側ですね。またキャラクターとどっちが出るかの申告をお願いします。決勝戦でございます。決勝戦でございます。さあ、お互いにキャラはいろんなキャラを用意できるチームという感じがあります。そうですね、そうですね、簡単にはかぶせられなさそうですね。結構いろいろ使う方いるので。ただ、ええ、たまたま噛み合っちゃうと、まあ、一気にポンポンって決まりますね。はい、さあ、 1P 側決まりましたよ。 1P 側は OK、はい、2P は今ちょっと待ってくださいね。 2P はまだ、はい、じゃあ 2P を決まりました。はい、ではお願いいたします。さあ、決勝 2P は
焼き鳥が座って2回転さんのこれまだ これとは限らないぞ。爪がさあ爪がホンダバンログからんの選ばないのね。これキャラ間違えたらそれ失格です。あ、そうなの。はい、リュウバイソン。おさあこれ焼き鳥さん先ほどのあれをもうぜひ味わっていただきたい。おお、あ、逆にと。逆にそう俺の苦しみを味わえと。まあそう言いたいわけだ。そうそう。あ、しかし吹き山とは違うぞこのリュウ。これやってるなこの動き。さあ焼き鳥さん、しかし2回転チャージ完了。投げ、うわ、これね、これでチャージしますよ。うわ、強気だ。いい波動。これは何、福山見てるかと。すごいファイザー。こうやってやんだよと。こういうことか。はい。こうだと。勝ったか。あー、これ今のは、まあ、どうなんだろう。クレイジーはガードはできるけど、昇竜は間に合うのかな。当たりそうな感じもしますけどね。まあでもアッパーもあるからガード安定なのかな。おいしいぞ。おわ、投げれない。ヘッドニョキン。あさあ、これな、これな。やっぱこの前はさすがに厳しいか。ここの距離が本当に嫌。うーん、それでも波動打つぞ。たまっジャージ。うーん、いや、これ本当に真空たまったんだけど、えって感じなんですよね、これ。まあまあ、あまり抑止力にはなりにくいですね。むしろ合わせやすいまであるので、ね、上級者だと。あ、まあ真空、まあまあまあ、まあ、そんな、うん、変な出し方 しちゃうと、まあそうでしょうね。あ、さあ、ニカさん、行きましょう。小室な、やっぱ。これだ。うん、そう、焼き鳥さん今の引っかからせたかったか。うわー、しかし、バイソンが勝つ。さあ、これ魂のキャラだとトモさんもリュウということなんですが、果たしてまだ向こうにはグッチさんもいるぞ。トモさん迷わない X リュウ選択。さあ、グランドからの、しかし、3?4 ぐらい ?4 か3ですね、今の。こわいい、あ、1の波動拳だ。うまいぞ。うまいよ。ともりゅう、ここからぴったり。そう、ノイボートがない。で、ここで削りたかったかって、削りよっけ。今のは、コーパーグランド、アントビ失敗。ちょっと早かったな。おー、カンパに引っかかって中央線つながってはいないが、オッケーでしょう。ピオリじゃぞ。うわ、もう、うまいや、うまいぞ。これアフロレジェンドさんでやってるな。うまい。反応、大足一戦、ともりゅう勝利。いやさすがにこれブランカか。これはあ、これリュウ自殺しちゃう。ワンチャンなのか。心理戦が。いやでもリュウで行ってほしい。しかしガイルマルナ、お、決勝戦はグッチさんがリュウ、そしてトモさんもリュウ。開幕注目です。たらい、いい、大足波動。この辺はため焼いたなぞ。さあ、ここで一応ゲームがかかります。投げて、どちらも真空の重要さを知ってるから絶対ぶっ放してこないはずだぞ。いい中盤、うまいぞ。真空打った、okay、来たか。まずはともりゅう。ちょっと沈黙しないでくださいよ。いやいや、ちょっと泳がせてみようかなと思って。さすがにリュウはちゃんと言うよ。え。さあ、1ラウンド目はともりゅうが画面端で押し切りましたね、はい、押し切った形。今いいジャンプ中盤だったな、口さん。うまいよ。
グッチリュウは、あれですよね、上り中盤マリ、いわゆるマリオパンチ対空、非常にうまいですよね。そうね、さっきもありましたけど、そうですね、さあ、こっから、トモさん、ありそうぞ。さあ、チャージしているトモ、ゲージ半分のグッチ、止める止める、グッチ竜巻、しかし、トモが、ブーム、チャージ完了、ほぼこぶ、今のは、欲しかった、グッチさん、打ったぞ。キャンセル波動はさすがにないか、グッチか、うん、そうね、今打ったところでジャンプ空中竜巻でよけられちゃうからね、ちょっと竜巻引っかかってしまう、ちょっと一瞬見てしまったか、それでない。さあグッチさん、ここで打ち負けるともう端っこいっちゃうぞ。竜巻、いい勝利、いい勝利、ダイヤシー送らせた、送らせて、トモさん、ダイヤシー、足違い、うまいこと打っちゃった、惜しいが、惜しいが、そう、お互いシンクを合わせる技術はもうピカチュアなのでね、勝利、はい、確定だったが、まあ、ファイヤーで OK でしょう、この間合い、しかし、グッチさん、端っこ、最速で波動返す、投げれない、竜巻は、トモか、シンク一発剣だぞ、アッパー真空、まだグッチリュウゼロドット、ちょっと苦しいか、飛んでた優勝はトモさん、焼き鳥さんチームでした、おめでとうございます。いや、どうでしたか福山さん、うまかったね、はい、すごいうまかったね、すごいうまかった、小学生だねいや、見入っちゃったって、はい、あれ、いいですか、コメントとか いいですか、はい、ということで、イベントは今日はこれまでということですね、はい、はい、じゃあ、まあ、皆さん、の試合バリバリやっていきましょう、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。
Thank you.
Round two, fight!
Round 2!
Thank you.
Yeah!
Hadouken!
Tiger!
Hadouken!
Oh!
はい。おお。波動拳、波動拳。
Oh!